お疲れ様です。4月11日木曜日朝6時の相場解説なんですけども、3時間ほど前に FOMC の発表がありまして、とんでもないことになってしまいました。ここにも書いてますけども、まあブラック木金というねタイトルを付けさせてもらいます。新しいマーケットが今週の木曜日金曜日に展開されるというお話をしましたけども、まさに新しいマーケットです。あの2人のね人が笑ってますけども、笑ってる場合じゃないっつうのね。まあそれにしても2人とも歯は丈夫そうですね。でね、記事の方、日経新聞の方から引っ張ってきました。円一時152円台後半にとありますけど、すでに153円ですよ。で、34年ぶりに円安水準ということで、私もこれね、FX のトレードを意識してから一回もドル円153円というのは見たことがありません。当然この7年8年でトレードをやって利益を出すようになってからも152円は割らないだろうというふうにね思っていたんですが、あっさり割ってしまいましたね。まあこれによって今日の報道がすでに始まってますけども、何らかの介入があることはまあ強く懸念されますね。ということなんで、普通のテクニカルはこの木曜日金曜日はちょっとできません。できませんので、まああの全く様子を見るっていうねパターンが一つと、もう一つはその介入があることを前提としてね、下下げ圧力に期待してトリガーを用意しておくっていう方法があります。これはね、今日のまあ朝9時とかね、遅くとも午前中に何らかの報道あると思いますよ。また神田財務官なり何なりが出てくるんじゃないですか。それからね、ちょっとこうこの前も西田昌司議員と日銀の植田総裁の国会質疑をねここで紹介しましたけども、日銀の利上げ発表ってのは完全に失敗だったということと、日銀が利上げするってことは日銀からリークされていたんじゃないかなってことをね、西田昌司議員が疑っていらっしゃいました。まあもちろん日銀総裁はそんなことはないって答えるしかないんですけども、だけどもなんかモヤモヤの残るような瞬間ですよね。まあつまりね、この利上げっていうことを、先日の植田総裁の会見でお話しする前に、それを知っていた人っていうのが誰が得するかっていうと金融機関なんですよ。ね。だから金融機関への救済対策として、もしかしたらその親分たら日銀がね、植田総裁がね、なんかそれを織り込ませていたんじゃないかなっていう観測も成り立つわけなんですよね。まあそうなると本来なら円高の方に向かうべき、下の方に向かうべき、そのベクトルが逆に上の方に向かったってことも頷けるんですよね。ちょっとこれは業界の黒い闇ということで、この辺に留めておこうと思います。で、一応4時間1時間見ていきますけども、ちょっと今の状態ではね、テクニカルどうこう言えませんので、この形の異常さだけを確認してください。ね、特殊トレンドみたいなこと言ってましたけども、材料によってそんなものは全部誤破産になっちゃうってことですよ。もうあれほど堅守していた152円が、やすやすと突破されて、1日も経たないうちにね、数時間で153円の水域に行っちゃったわけですよ。まあそうなると、これはどこまでね、円安が進むのか、ちょっと想像もつきません。ということでね、今日と明日は基本的にはもう休んでいるしかないと思いますよ。それからテクニカルが全く効かない状態になってますので、あとはもう山間でトリガーを仕掛けておくかどうかですよね。今日、ちょっとね、今日の153円の衝撃ってのは、各界をかなり震撼させると思いますので、尾を引くと思います。それでは、ちょっと煮え切らない思いですけども、まあ、今日は観察に徹するのがよろしいかと思います。34年ぶりの153円到達です。